ザラシメンが選ぶ超怖い映像。おお、うお、すごい。これは間違いなく心霊写真じゃないですか。しっかり歩いてますね、うん、ちゃんと走って歩いてるのよ。これは完全リアルな心霊映像っていう感じです。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもヤカズです。リードです。皆さんこんばんは。ザラシメンが選ぶ超怖い映像。ザラ、エラ、怖ということで、今回も始まりました。はい、あれですね、世には1000円カットという名の素晴らしい散髪屋さんがあるみたいですね。あります。あれはね、有名な美容室に行ってみたいなとか、まあ、僕なんかもそれでもかなりセーフティーに攻めたい派なんで、はい、未だにこの、 友達に切ってもらうっていうね、はい、そういうかなりこの安牌なところを攻めるんですけど、ディエゴさんどうやら髪の毛がすごいすっきりしてるみたいで。いやそうですね、むちゃくちゃ似合ってるんですよ。今日パッて見た時にかっこいいな思って、ほんまにずっと言ってるよ俺。ほんまにすっきりして気持ちいい。ちなみにそれはどこで？イオンモールの中にある。ほう、1000円1000円カットということで、はい、始めていきたいなと思うんですが、今回もですね、前回に引き続き、日本のホラーということで、MG セレクトでございます。よろしくお願いします。もう3回目ですよ、はい、MG セレクト、はい、1発目が海外ホラー、2発目が海外ホラー、3発目が、ジャパニーズで結構当たりだったんですね、はい、で今回が4回目ですよね、はい、はい、ということで自信の方はいかがですか？悪くないと思いますけど。なるほど。そしたらちょっと皆さんと一緒にね、今回も僕も初見ということで、はい、やらせていただきたいなと思います。では行きましょう。ザラシメンホラーチャンネル。幸せの花。この映像は福井県坂井市のテーマソングで使用されているプロモーションビデオです。2016年に YouTube に投稿されて以降、SNS 上で奇妙な噂が、囁かれたといいます、はい、一番後ろの赤色のチェックを着た男性にご注目くださいということですね、動画1分15秒から1分30秒、東尋坊の映像。あ、東尋坊な。そうなんですよ。はあ、行ったことあるよ。はい、なるほど。ちょっと早速流してみましょうか。こちらです。なんか俺見たことあるぞ。多分東尋坊行った時に調べて出てきたのかな。僕も最近東尋坊行った時にこれを見たんですけど、うん、全然わかんなかったですね。崖の上でみんなが集まってるシーン。はい、ここちゃうのかな。これのどっかやったんですよ。あ、わかった。後ろのチェック色を着た、ちょっとタムケン風のおじさんの股の間、足あるよね。けど後ろには誰もおれへんって言われちゃうかな。おれやん、この影ちゃうの。わあああああ、これちょっと、これちょっと僕先に話してもいいですか。はい、なんかアップしてみたら、おじさんがおるんですよね、はい、おじさんにかぶってなんかこうわざと隠れてるように見えるんですよ。ただこんなプロモーションビデオであんなことわざわざする？いや、しないですね。心霊っぽく撮るというか、はい、後ろでなんかかがんで隠れてるような感じの写り方してんねんな、これ。腕時計つけてます。腕時計つける例おる？こうしてますよね、後ろの人。そう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 。だから手は後ろの人やねん。だからこのチェックの人の腕時計じゃないのよ。ですよね。ってなったら、まあ、首が見えへんっていうことになってくんねんけど。これどうなん。これなんかこんなプロモーションビデオでわざわざこういう心霊要素加えようぜみたいなことはせえへんと思うねんや、はい、ただこのチェックの柄を着たこのおじさんは
ちょっとなんか怪しい笑顔なのよ。ちょっと後ろめた笑い方というかおいおい大丈夫かよみたいな感じの笑い方をしてるというか、はい、ただわざわざこんなことすんのかなっていう。見た先生？見ました。これどう？なんか後ろにいますよね。でも、うん、全く霊とか信じひんやな。そうですね。その目線から見てどうなんこれは。でもこんな崖で、この人の後ろに隠れて危なくないですか？結構そう言われたらそうかな。ありえんくないんですか？まあまあまだ言うて後ろあるけどな。まあ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 。これ何のプロモーション見てるの？堺市を紹介する堺市の。あ、じゃあだからもうその市のプロデュースみたいな。そうです。市を紹介。そんなんせえへんか。いや絶対しないでしょうね。しかもこんななんかね、わざわざ東尋坊。そうやんな。観光名所で。うん。もうそんな噂も立ってるのに、わざわざそんな噂を際立たせるような。絶対しないと思うんですよね。なんか続きがあったみたいです。制作会社に問い合わせたところ、心霊ではなく撮影スタッフだそうです。撮影スタッフか。撮影スタッフなんですね。ドローンの撮影機能や当日の風の強さ、さまざまな理由によりこのテイクが採用されたのかな。ああ、なるほどね。撮影スタッフはなんでこんなとこにおったんですか。ほんまにな。どんなミス。絶対映らんとこにおれよ。な。これはちょっと僕映ってしまってるんで、もうこれ使わないでおきましょうとなりましたけど、やっぱりここは海沿いでこの崖のところですから風が強いと、はい、で他いろいろ撮ったこの OK シーンが使えなかったわけですね。でこの NG シーンが使われたっていう。もう腕時計のこの黒さと服の黒さもスタッフやもん。もう腕時計つけてるっすもん、スタッフっぽいっすもん服装も。せっかくなんか、うわ、来たってなったんですけど、一発目から。え、だる？次行きましょうよ。中継中のワンシーン。とある番組で放送されたニュースの中継映像です。報道関係者が静岡県警察署の前で中継を行っていたのですが、その映像に明らかに不審なものが映り込んでいたのですということです。早速見ていただきましょう。こちらです。被害者の家の近くのコンビニエンスストアで偶然あり、いわゆるナンパのような形で声をかけて1時間ほどドライブ、または車の中で過ごした。そんな、すごいない？もう一回見る前に、はい、手が気持ち悪いな。めっちゃなんか、そんなことありますか？もう合成も合成やろって言うぐらいはっきりなのと、はい、手のこの白さ。確かに。ちょっともう一回見せる。被害者の家の近くのコンビニエンスストアで偶然あり、はい、いわゆるナンパのような形で声をかけて1時間ほどドライブ、または車の中で過ごした。ちょっと気づいちゃった。もうなんかこれね、まずこの見切れてるのはこれ気づいてる、まあ、わざとというか、このニュースキャスターの人っていうのは基本的にまあ上半身映るというか、だからこの下の部分映ってないっていうのを分かってて、スタッフがこのイヤホンのマイクをいじってるように見えるね。多分そうですね。そういうことだよね、はい、ちょっともう一回見せてくれる？まずこの左肘のところから手が出てくるんですよ。ストアで偶然あり、いわゆるナンパのような形で声をかけて1時間ほどドライブ、または車の中で引っ張ったね。直してくれてるか、なんか機材を持ってたじゃないですか。なるほどね。これだからスタッフがイヤホンの線が邪魔で後ろにこの引いたっていうやつよね。音声さんですかね。多分分かんないんですけど、まあなんで選んだって話だな、これ。なんでなん、何ですか、これを選んだ気持ちは。知ってたんじゃないの？知らんかったです。知らんかったよ、はい。映った、うーってなったの？そこまではなってないですけど。どんな反応しようか？絶対知らんやろ。絶対知らんけど、そんな顔してたんや。もう基本的にもう目丸くしてる。こうなってます。信用するからね、はい、すぐに。もう純粋な眼差しでなってました。あ、まあ、本人知らんかったらしいからな。これはでもあれじゃないですか、
マネージャーが知らんかったということは、これが有名になった後も、この真実に気づいていなかった、もしくは気づいている方はいたけどその発言をしなかった、これはねスタッフの方だと思いますね。はい、次行きましょう。大手不動産物件サイト、 CM でもおなじみの賃貸マンションアパート物件情報サイトの関東版に掲載された築33年のマンションの一室、一見何の変哲もない普通の部屋のように見えますが、内装の様子を紹介している写真の中の一枚に恐ろしいものが映り込んでいると話題になりました。こちらとなります。なるほどね。そりゃまあ、こんなんが紹介の中の写真に紛れ込んでたら気にはなるよね。はい、これさ、まあまあ、シンプルに見てどう思う？まあ、どうですかね。なんか、物が反射しているようには見えるんですけどね。物が反射、反射というか、奥にあるものが映り込んでるな。このすりガラスやからね。透けて向こうが見えてるからね。で、まあ、人がいるんじゃないかっていう、はい、なんかね、僕もそうですよ、一緒ですよ。もうどう考えてもすりガラスの向こうに人がおった時に、間違えて写真撮ってもらうというか、ただこの写真の違和感ちょっとあるんですよ。これどうですか先生、これなんか違和感感じる？完全人じゃないですか、これは。人。背丈的に子供。しゃがんでるんじゃないですか。どう思う？もし仮に人だったとしたら、しゃがんでるというより足がない感じしますけどね。そうやね。なってことはこう3人とも同じような見え方してるのかなと思うんだけど、はい、通常まあパッとこの写真を見た時にドアノブよりこの頭が下にあるよね。ということはこのすごいちっちゃい子供なんじゃないかっていう、はい、そういうふうに思われがちなんですが、なんかね子供にしては大きいのよ。そうなんですよね、確かに大人なのよね。って考えた時に子供がワンピース、白いワンピースを着てるようにも見えるけど、多分この大きさ的に大人だから、まあ正座してるのか下半身どっか行ったのっていう、なんかこの本当に同系色やからそういうふうに見えちゃうのかな。本当にね、下半身ないようにも見えるんですよ。正座しててたまたま向こうの暗いところとこのジーパンの色がかぶって、足がないように見える、そういうふうにも捉えることはできるんやけど、なんかこの顔のぼってりした感じも、まあ、気色悪いっちゃ気色悪いけど、これだけやったらちょっと判断できへんよな、ね、はい、この時の担当者の方が何て言ってたかだけでも決まる話は、いやこの日絶対誰も人いなかったですよって言われたらもう完璧にそうやろうし、はい、ただその証言がない限りこれは、向こう側に人がおったって思うのがまあ自然ですよね。追加でこういう文章があります。ちなみにこの写真が掲載されてすぐネットでは話題になったそうなんですが、このページは削除されてしまったため詳細は不明です。どっちなんやろ。まあ、普通に人写っちゃった、あいつが映っちゃったみたいな、一緒におった人が映っちゃって消したのか、気持ち悪くて、気持ち悪くてというか、この物件的に悪くないですか、こんな建物。そうやな。どっち？自分が不動産屋やった場合はそんな噂方って誰も人がおれへんかったら消すな。消します。商売的にな、はい、こう人入らんようなもんな。仮にこれだからどっちにしてもこれあやふやの状態でほったらかしにしてたらさ、どっちにしてもどう写真消してもうたら、やっぱりあれそうやったんってなるよな。ってなったら普通なんかここに写ってる写真はスタッフですとか、まあそうですね、そういうことを言うはずやけど詳細は不明。これちょっと不動産業界の方とかであればこれ詳しい情報を知ってる方いるんじゃないですか。もし知ってる方いればちょっとコメント欄で教えていただいてもよろしいでしょうか。では次行きましょう。吊り橋。とある登山客によって撮影された一枚の写真です。綺麗な風景と吊り橋をカメラに収めた後、その写真を確認したところ恐ろしいものが記録されていました。
おお、おすごい。え、すごくないですか。すごい。え、すごっ。え、ちょっと、確かに。え、こんなん絶対渡ったらあかんで。渡ってもうたら最後でしょ。もうだって向こうで待ってるやん。完全に。え、なんか現代の人じゃないんだよね。古いよ。はい。なんか T シャツにおかっぱ頭というか、なんか坊ちゃん狩りというか。これはすごいっすね。はっきりでしょ。これすごいぞ。え、なんか真ん中の人に関してはちょっと若干目見えてるやん。これすごない？これは間違いなく心霊写真じゃないですか。え、この場所は分かれへんの？分からなかったっす。いや、ちょっとここの吊り橋ちょっと行きたいわ。で、ほんまにこの、3人兄弟の間、まあ、3人しか僕には見えてないんですけど、この3人がなんかそういう風に映る柄があったのかとか、そういうのもちょっと見てみたいけどね。でもこれだけ見る感じ、そういう感じじゃなくて後ろ透き通ってるんですよ。これはちょっとすげえな。いやー、例としか、これは心霊写真の中でもなかなかパンチ効いたやつですね。いや、効いてる効いてる効いてる。ちょっとこれはすごいですね、はい、いやー、次行きましょうか。不自然な呼び声。深夜女性が走行している際のものと言われており、ドライブレコーダーに記録された映像です。そこには不自然な声が入っていたので再度確認しておいてほしいのですが、この運転は女性がしているということです。怖そう。ドライブレコーダーで女性が深夜に運転している、男性の声がはっきり入っちゃうの。僕これ知ってるかもしれないです。え、嘘。これツイッターで話題になって多分僕見たんですけど。あ、そうなの。ちょっとめっちゃ楽しみなんやけど、見させて。時に、はい、まあ、みたいな、いや全然その男の人持ってるだけでしょっていう、まあ、シンプルにそう思ってたんですけど、まあ、当然ながら運転もしも一人してる女性でいれば、はい、一人の時に声は出さないよね。ただほんまに横に、隠してるだけで男の人が乗ってたとして、みたいなこと言っとったら多少なんか反応はすると思うね。でも最後なんで明らかになったんですけど、事故したよね。そうっすね。ってことは事故をわざわざする動画を撮ろうと思えへんよな。ってことはあの「うーい」とか言ってあれもふざけてるものではないし、事故った最後の最後で女の人の声が「うー」みたいなの聞こえんねん。これリアルやん。あ、トイレじゃなければ、うん、もうすごいっすけどね。えぐいよな、はい、こんなにはっきり入る。いや、ちょっとこれちょっと、え、最後らへんもう一回見させて。この声が女性の人の声ね、はい、ドアから出る瞬間の「あ」っていう「痛い」みたいな、この時にほんまに「うーい」ってもしも言う男性が横か後ろに乗ってた場合、まあ、酔っ払ってるか、はい、まあ、寝ぼけてるかのどっちかやんか。多分あのテンションの人がもしも事故った時絶対大きい声出すね。うぅーみたいな。それもないやろ。妙にずっと静かなんですよね。それちょっと変やぞ。しかも事故すんねや。え、じゃあそういうことなの？この車が呪われていて、女性はただ普通に運転していたけど
事故してしまった。これはだから呪いってこと？どうなんですかね。どっかから持って帰ってきた可能性もありますし、事故するから多いって守護霊的なやつが言ってた可能性も考えられないですか？なるほどね。なんかちょっとこれ耳に残るな。これはちょっと何真相ないの？ネットで調べても何も出てけんかったの？これは、はい、はあ、一応調べた？調べました、調べました。いやでもこれはちょっと作り込むものではない。まあそうですね、それこそ後入れ音声じゃない限りおかしいですね、うん、そういうことやな。だもし考えれるとすれば、まあ、後入れっていうぐらいなのか、はい、なるほどね。もしそうやったとしたらすごい趣味悪いけどね。そんなことする人おるんかな。次行きましょう。脱線事故。ニュースで大々的に報道されましたが、ある瞬間に霊が映り込んでいると話題となりました、見ていただきましょう。こちらです。結構まあでもこれは、うん、無理やり感あるように感じるかな、ね、はい、ただ左側の綺麗に映ってるな。なんかあの軽井沢大橋のサムネの、うん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 、めっちゃわかる、めっちゃわかる、ね、女性やな、はい、もう貞子というか髪の毛とちょっと眉毛と目がねギロってしてるような。これはまあ、ね、綺麗にそういう風に映ったように見えるんですけど、事故が事故 で、ね、結構まあ被害が大きかったんで、まあそういうふうにつなげても不思議じゃないというか、うん、まあ、でもこれはまあどうなんでしょうっていう感じかな、はい、ああ次行きましょう。床下の住人。これタイトルパンチ聞いてますね。TikTok でかなり話題となった映像なので知っている方も多いかもしれません。投稿者の方が、床下を覗くとそこには異様なものが映り込んでいました、スロー再生推奨ということですね、はい、もうタイトルが怖いやん。だっていきましょう。この人の待っては最強にリアルやんな、はい、ただその後の人の何何何がもうすっごい違うのよ。すっごい一個なんですよな。なんでなんでなんで確かにな、ほんまに。ちょっと待って、もう一回出して。うん、これ一光さんですね。一光さんですね。もしくは一光のモノマネをされてるか。ああ、そうですね。いや、まあまあまあ、ちょっとその辺は置いといてですよ。これ多分ガチじゃない？これは反応的にガチっぽいですね。うん、あのね、まあ、普通に一軒家の、 あのパカってこの床下覗けるとかね、あそこを開けた時に、まあ、床からまあ物音が鳴っていたから気になって、まあ、そこを開けたところ、顔のようなものが奥に映ってるわけよ。ちょっと待ってってカメラを引く瞬間に顔もシュッてこう隠れんねんな、はい、いやこれちょっと怖いぞ。だからもう人怖っすね。完全にそうですね。全然霊じゃないけど、あの感じは床下からポンポン物音が鳴ってて、あんなところでも人隠れへんもんな。
演出者やんな。うん、実際にこういうことは多いみたいね。いや怖いっすね、屋根裏に誰かおったとか、うんうんうん、多いもんな実際、はい、そういう事件が。どうなんですかね、結構リアルやけどな。だから心霊じゃない、これは完全人怖い。いや、そうですよね。だからこれまあ作り込んでるかどうかで言ったら、ワンチャンね、はい、もしほんまに、意地悪なところまで、考えるとね、カメラを映した女性の方はほんまに知らないのよ。でも何って言ってる人の友達が、はい、このドッキリを仕掛けるためにされたんじゃないかなっていう、まあ、そういうふうにも考えられる、はい、うん、ただまあ結構リアルですねこれは。まあ実際によくある話なんで、この辺はちょっとゾッとしますね、はい。ドライブレコーダーに映る人影。こちらの映像は YouTube に投稿されたドライブレコーダーの映像です。夜間に道路を走行してた時のこと、人通りもほとんどない区間に差し掛かった直後、不気味な瞬間を記録してしまったものです。見ていただきましょう、こちらです。左側にね、はい、男性なのかちょっと女性なのかそこまではちょっと見えなかったんですけど、まあ、なんかこちらに向かって拝んでいる人がなんかちょっとかがんでるというか、まあ、こんな体勢ね。そうですね、前の車も避けてその後にこっちの車も避けてるっていう映像なんですけど、これはでもなんかその何のために拝んでるんかとかはもちろん分かれへんけど、あのたまにおるやんこういう人、はい、そこで何してんのっていう、どうも霊じゃないというか、これどうかな、なんかそのいろんな心霊映像とか過去のやつを振り返るとやけど、はい、どうもなんか霊っぽくないというか気持ち悪さを感じない。そうですね、うんうんうん、これしかも前の人もしっかり避けてますし、うんうん、なんかこれで例えば前の車が避けずに通過してそこにいたんなら、うん、えってはありますけど、そうやね、じゃないもんな、はい、まあこれはちょっと僕たちだけの判断ですけど、まあちょっと普通の人なんじゃないかなっていうふうには思いましたね、はい。まあ、そんな感じです、はい。心霊スポットの帰り道。この映像は、TikTok に投稿された映像です。とある心霊スポットに行き、帰り際に突然友人の様子が、急変しこのような状態になったところのことです。なんか俺知ってるぞ、女の人ちゃんめっちゃバズ撮ったでしたか。負ける、やばい負ける。知ってるこれ。いや知らない。3年前ぐらいに確かバズったやつやねんな、これ見たことある。もうこの文章で思い出したわ。なんかなこれ周りの人の反応見る感じちょっと本気っぽいねんな。これだった怖いな。だって普通の笑い方じゃないですもん、うん、まあ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 、もしかしたらこういう笑い方の人もいるかもしれないんですけど、ちょっと不気味ですよね笑い方な。はい、自分の知り合いがこんな笑い方ちょっと怖いもんな。怖いですね、しかも突然こんなんなったら、しかも心霊スポットの会員、うん、実際のところは分かれへんけど、自分が憑依仕掛けたことがあるって言わして、こないだの黒岳ドライブインかな、はいはいはい、あの時のすごいこの悲しいというかもうマジでだるいぐらいネガティブやったわけよ。ただこの意識ははっきりしてるっていう話やねんけど、あの先があるんかなって俺は正直この思ってて、はい、完全憑依みたいなされた時って意識もぶっ飛ぶんちゃうかなっていう、こんな感じで
だからあの先がもしも存在するんであればこういう笑ったりもするんちゃうかなと思っちゃうねんな。ほんまにこんだけポジティブでさ、俺みたいにもうお祓いってほんまに効くんですかとか、憑依なんかされるんですかって信じてなかったのね、はい、例のことを肯定してるくせに。その僕が実際あんなにどんだけ頑張ってポジティブに考えようと思ってもすごいネガティブになって泣きそうになったりする。ほんまに強烈で、もしその本人さんが弱い人であればこういう風になってもおかしくはないんかなっていう風にやっぱ正直思っちゃうかな。どちらにしても異常やね。まあ、待て。なるほど、なんかこれ文章がなんかついてるな。車の座席にしがみつき、不気味に笑い続ける友人を車から剥がそうとする映像なのですが、とにかくありえないぐらいの力でしがみつく、ついてびくともしなかったそうです。なるほどね。だから負けそうって言ってたんや。男の人が3人4人がかりで剥がそうとしても力が強すぎて剥がれへんねや。え、怖っ。え、そういうことなんこれ。力も強なんの、その人のパワーがつくの。どうですかこれ。なんかコメント欄見とったら、うん、人はいつも力を自動的にセーブした状態らしいです。そして命の危機やピンチの時は力が増すらしいです。あ、だから、あ、そういうことなんや。普段はだから俺がもうフルパワーで 100% 力出してるってなってもこれ制御されてるんや。制御されてるみたいです。だこの時はもうだから憑依されたのか何か分かれへんけど、危険と感じてすごい力でこのしがみついてるのかな。カズマのバカ力って科学的に本当にあるんですかね。本当にあるんですよ。なるほどね。要約するとあれや、危険って察知した動きなんやこれが。ですかね、体がもうやばいってなってグーッてなってるんですかね。そういうことか。だから本人はめっちゃ笑ってるけど中にもし意識があるとすればほんまにやばい、助けてってなってるかもしれないね。そう考えたらめちゃめちゃ怖いな。怖いですね。いやー、なるほど。次行きましょう。報道写真ではラストですね。どうですかディエゴさん、ラストです。はい、今日まあすごいやつ多かったよ。日本の映像って怖いですね。やっぱ怖い、はい、うん、早速いっちゃいましょう、はい、2009年自動車事故が起こりました。県道の交差点で縁石に乗り上げ、そのまま勢いで電信柱にぶつかり車体は真っ二つになるほどの大事故でした。そんな恐ろしい事故についての報道が地上波で行われていたのですが、その際の一枚の写真に写り込んでいたと話題となりました。見ていきましょう。こちらです。なるほどですね。まあ、確かにね、はい、顔っぽいものが映ってるけど、はい、これ何なん、その順番はこっちの方でやった方がいいの。いや、そんなことですよ。怖いかなと思って。これが、はい、いや、まあまあ、いや怖い、まあ、怖いですね。そう、なんかもうあれっすよ、多分。何、目が焦げすぎてます。いや、違う違う違う、まあまあそうやな、ある程度その普通の人よりかはそういうのを見てきてるから、それは慣れはあるよね、もちろん、はい、ただその中でも今日の映像の中の順番の話をしてるわけよね、はい、目が超えてる超えてないじゃなくて。じゃあまあ僕たちが仮に目が超えてたとしようよ。その中でもやっぱ怖いって思わされるような映像ってやっぱこんなのあったよ。一番最後に俺やったら、はい、さっきの憑依のやつとか、はい、ケラケラ笑うやつとか、吊り橋の向こう側の写真とかね、ああいうのをこの持ってくるんじゃないかなっていう、はい、どっちかっていうとこれはもう1番目か3番目ですね。うん、なのかなっていうふうに思う。もう一回だけ見とくわ。なんか勘違いしてるかもしれん。勘違いですよ、だって一番最後に選んでるんですから、うん、ワンチャン趣味落下の可能性があるようなね。ものすごく高いような気もしますけど、趣味ラクラじゃないんでしょうね。そうだな、はい、趣味ラクラじゃないければめちゃくちゃ怖いですけどね、うん、ちょっと俺
基本的になんていうのかな、このいつもこの動画の進行をさせてもらってるんで、はい、やっぱりこの3年間この進行していると、はい、ある程度どんな場面でもこの回るんですよ。そうですね、うん、まあ、こういう対応はこういうふうにしようかなとか、こういう時はまあこういうふうにちょっと進めようとか、はい、これ無理なのよ、うん、このままどう終わらせていいかほんまにね3億通りぐらい頭の中で考えてみるのこれ無理で、はい、ちょっといいこと思いついた。はい、ということで、最後にですね、はい、もうこれはね僕ずっと寝かしてたんですよ。なぜならもうこれ一つで動画になるんじゃないって僕思ってたんですけど、はい、動画がすごい短いんですよ。確かね、15秒とかそんなんかな、うん、40秒あるね、うん、そうなんですよね、40秒あるんですよ、あります。でもこれを寝かしてた理由っていうのは特に何もないんですけど、はい、どうせなら心霊動画の特集みたいなのをねしたいなと思って僕はずっと寝かしてたんですけど、これは今回のまあ日本もの、はい、そしてリアル映像っていうところにぴったりな最後にふさわしい動画をお送りしたいと思います。そうですね、これはね本当にすごいです。いただいた方がですね、だらしめホラーチャンネルの視聴者様で、はい、2年ほど前にね、この動画を、ちょっといただきました。でこれ場所がですね、それを送ってくれた視聴者様の家でございます、はい、駐車場がまあ広いもんで、防犯カメラをつけていて、たまたまチェックしたらこれが映り込んでいたっていう、これむちゃくちゃすごいんで、はい、見ていただきたいと思います。もうね、改めて見てもこれすごいですね。ほんまにすごい。皆さんもこれちょっとお気づきですか、この手前でふわふわ動いてるのこれ虫で、奥の方にボンネットに今登ってますね。無邪気に走り回る、おそらくこれ子供の霊なんですよ。しっかり歩いてますね、うん、ちゃんと走って歩いてるのよ。ほんまに無邪気な子供やもんなっていう映像ね。こんなはっきり映るんすかね、マジで。いやほんまにすごいっすよねこれ本当に、僕あの別の動画も送ってもらってるんですけど、その防犯カメラが映るこの、まあ、あの映像ね、この秒数が書いてたりするやつももらってるんですけど、もう紛れもなくこの編集はできないというか、そういうもう初めの素材なんですよ。なので防犯カメラに完全に映り込んでしまった動画っていう、これだってそもそもがこの防犯カメラの映像を映してるモニターを撮ってるっすからね。せやな、はい、これどう見た、見ました。え、気づいた、どれか。いや、わかります、めっちゃわかります。すごないこれ、うん、一切これ手加えてないで、これはやばいっすね。え、やばいやろ、うん、そのめっちゃ怖いかってやったら怖くないのよ。怖くないけどちゃんとね、走ってて映り込んでるよね、めっちゃちゃんと。そうやね、だからこれほんまにこの今回みたいなダライラコアに入れるものじゃないのよ本当はね。そうですね、でもこれちょっと本当にもうそろそろ使わないとなっていうずっと思ってたんで、もうこのタイミングかなっていう。いやこれはね、多分今回の中で一番リアルなものっていうのは、僕たちが証明できるというか、はい、実際に、いただいた映像で、その証拠映像もいただいてるんで、これは完全リアルな心霊映像っていう感じです。でもらった時作り込み映像って疑って聞きましたもんね、うん、もらった人にこれは本当ですかみたいな、うんうんうん、って言ったら証拠の映像も全部送られてきてみたいな、うんうん、で確かこれ、あれなんですよ、テレビでも使われてるんですよね実際に。なので、これ知ってる方もいると思います。で直接僕この人ともやり取りさせてもらったんですけど、紛れもなくこれは本当にリアルな映像でございます。
奈良市面ホラーチャンネル。はい、ということで、デイゴさんいかがでしたでしょうか。いや、僕は今回も優勝は決まってます。あ、決まってる。はい、まあ、これ、うん、今見たやつを抜いて、うん、マネージャーセレクションの中でちゃんと1個決まってます。なるほどですね。はい、じゃあちょっとディエゴさんそれ発表してもらっていいですか。はい、今回の MVP 動画どちらでしょうか。今回の MVP はですね、橋の向こう側にいたあの家族の写真のやつです。そうですね、僕も一緒です。はい、すり橋の向こう側ね。そうです。はい、一つだけちょっとね、あの謝りたいことがあったんですが、ちょっと編集のちょっと修正の際にこのミスで全て消してしまったリプレイですね。はい、前回ちょっとあの見にくくなってしまってちょっと申し訳なかったです。で、この前回はね、こちらの映像ですね。前回ね、この教室の分かりにくいっていう方多かったんですけど、この窓の外側、女性の方が立っているけど、もう一回カメラを戻した時にはそこに誰もいなかったっていう、まあ、これがね、僕の中でナンバーワン怖かった映像だったんですけど、今回はね、それを本当に上回るんじゃないかっていう、もう雑心でっていうね、パンチ効いた写真でしたね。めっちゃ効いてましたね。はい、ということで、今回は以上となりますが、次回もですね、もう一発、はい、ちょっとさらにこのパンチを効いた動画を集めたいなっていうふうに思ってます。はい、では今回も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。オーブっぽいものが映ってるように見えるけど、え、これは何？いや、そらいるよねっていうような場所やな。はい、七人岬がいるのがこの橋なんだ。田原神社っていう神社もあるんですけど、そこでも出るというふうに言われていて、人形を置かないでくださいっていう謎のなんか看板があるらしいです。なんか鳴ってるな。はい、え、すごっ。あそこだけ色めっちゃ赤ない？すごい綺麗にそのようにされてますね。トンネルの一番奥でゴサゴサって何かが動く音が聞こえたな。